第三代エクセター公ヘンリー・ホランドは、イングランドのバラ戦争中のランカスター派の貴族、軍人である。父は、エクセター公ジョン・ホランド、母は、第五代スタッフォード伯エドムンド・スタッフォードの娘アン。父方の祖母エリザベス・オブ・ランカスターは、ランカスター公ジョン・オブ・ゴーンとの娘でヘンリー四世の、同母姉でもあるため、ヘンリー六世はまたいとこにあたる。年に、 父が没した時に、エクセター公領を継承、ヘンリー六世の血縁として、非常に大いに近い貴族だった。しかし、エクセター公は残酷で野蛮で気難しく、気まぐれであったため、ほとんど支持を得られなかった。また一時期、ロンドン島の管理者でもあったため、その後ロンドン島の合問題は、エクセター公の娘と呼ばれるようになった。1447年に、ヨーク公 リチャードの娘アン・オブ・ヨークと結婚したが、それでもヨーク派に敵対していて、ベイクフィールドの戦いと、第二次戦闘オルバンズの戦いという、ランカスター派にとっては、解消をした時の指揮官であった。だが、エクセター公も、上昇将軍だったわけではなく、タウトンの戦いではランカスター派の指揮官として、大敗している。彼は戦後スコットランドに逃げて、後に、 同じく追放された王妃マーガレット・オブ・アンジューとフランスで合流している。エクセター公は訴追され、財産と所領はすべて別居中の妻のものとなったが、1470年のヘンリー6世紀の短い福井期間に、エクセター公は地位と財産の多くを取り戻すことができた。1471年のバーネットの戦いで、エクセター公はランカスター派の左翼を指揮した。 この戦いでランカスター派は大敗し、自身も重傷を負って戦死したと思われたが、なんとか生き残った。だが、その後、彼は捕らえられ収監され、アントは1474年に離婚した。翌1475年、エクセター公はエドワード4世のフランス遠征に志願したが、帰りの航海の最中、船外に転落して歴史した。一部では、 国王の命令で戦外に放り出されたという説もある。息子がなかったため、エクセター行為は消滅した。一人娘案は、同セット校、トマス・グレイと結婚した。ありがとうございます。